やっほー、おはようございます。今日はですね、マミーのお出汁が F1 ライフでついにですね、販売されることになりまして、全国の F1 ライフさんにですね、マミーの出汁が並ぶことになりました。てかもう並んでいます。で、F&F 限定で、F&F 限定ってわけでもないんですけど、今 F&F さんでは、5パック1000円で、お試しサイズみたいなのが売ってるので、なんかちょっと、なんかお出汁切り替えるにはまだなんか、どんなんなんだろうみたいな感じでちょっと迷ってる方は、もしよかったらその F&F にある、はい。ちょっと待って。撮りたい。いいよ。で、そっち買ってもらえたらいいなと思ってます。で、今日実はこの後ですね、F&F さんで、試食のイベントがあるので、それをちょっと撮っていこうかなと思っています。王子が毎週日曜日必ず、スポーツクラブに通ってるので、そこにも今日行ってきて、お家に戻り、お昼ご飯を食べて、F&F に行きたいと思います。よし、出発。います。ちょっとだけ。ママと喧嘩したね、今日も。多分見たことないから、喧嘩。みんながね、ママと王子の喧嘩見たことないよ、一番見てる人は。いいし。王子がさ、歩きながら YouTube を見ようとするから、ママは危ないと思って、王子に歩きながら見るのはやめて車に乗ってから見ようねって言ってるのに、王子はいつも怒るんです。皆さんどう思いますか？いいの。何がいい？全然良くない。いいの。多分ないでしょ。こっちんだよ。こっちしたら危ない。こっちしないよ。だから歩いてる時は携帯を見ちゃいけませんって。いいの。あ、じゃあもうハイチ行かないんだからね。ブー、ハイチ行く。ハイチ何味がいいの？ブルーベリー、ストロベリー。ストロベリーのハイチューなかなかないんだよね、今あるかも。見てみようか。じゃあ王子の好きな食べ物は？ストロベリー。ストロベリー好きなの？嘘、ブルーベリーの方が好きじゃん。食べる方がうまいじゃん。食べるのがうまい？そうだよ。ストロベリー美味しいよね。ストロベリーは多分美味しいかもしれない。何味か知ってるかな、ママだけ。覚えてるかな、ママ。なんだっけ、たまに一日ないっしょ。あれ、ママ。ママでーす。そうそう。ママでーす。ママ運転してるです。ママ運転してるでーす。撮ってくれてありがとう。じゃあこうやってやってあげる。みんな見えるの。見えるから。じゃあ落ちない？あ、落ちないよ。とう。早くしないでよ。通りだよ。カメラが落ちる。落ちないから。落ちないね。いいポジション見つけたじゃん。いいポジション見つけたじゃん。なんで映画みたいだね、これ。映画みたい？あ、本当だね。映画みたい。おさんで。じゃあまたね。バイバイ。さあ、っていうことでですね、なんだっけ、王子、お家に帰ってきて、ピザを食べましたね。ピザを奪わせてあげて、私はサラダを食べて、子供たちはマルゲリータのピザを食べたんだけど、こんくらいの普通のこれくらいの大きいサイズを2人で全部食べてた。そうこんな感じで母はさらさら足型 F&F のショップに、麻布十番店に行きたいと思います。楽しみ。試食イベントするの初めてだから嬉しい。みんなに実際にお出汁美味しいからさ、飲んでもらって買っていただいた方がいいじゃん。ではママはそろそろお仕事に行こうと思います。いいですか、王子様。
だ。イエイ。こんな感じで、あの麻布十番店 F&F さんはですね、どんぐらい？もう1ヶ月ぐらい前まだに取り扱いが始まって、マミーの出汁の5パックのお試しサイズも作りまして、両方販売してますよ。だからちょっと食べしてみたい方はね、そっち F&F さん、お近くの F&F 皆さん、レッツゴー、レッツラゴーっていう感じで、ここで試食やってるそうです。今日は麻布十番店で、人がすごいじゃないか。すごいです。人がすごいじゃないか。こんな感じでご挨拶、皆さんこんな風に皆さん来てくださいね。やってるずらよ、マミーのおだし。こっちが後見しよう。来てね、トナカイが待ってるよ、みんな。待ってます。なんかあの顔見せるの恥ずかしいとアッシュ言ってるんだけど、この子がアッシュのこと大好きなんだって、うん、でね、みんな YouTube 見てくれてて、社長当時の大ファンで来てくれたよ、みんなありがとう。顔見せるのは恥ずかしいって言うから切っといた。切れてるから、こっから下で安心して。ありがとうね。ありがとう。いっぱい食べて、マミーのお出汁で。バイバイ。嬉しいや、すごいたくさん人来てくれて、もうめちゃくちゃ、もう残り超わずか、嬉しいよ。ほんとたくさんみんな来てくれて嬉しいね。さあ、ということで試食会、はい、またまたとたくさん来てくれて嬉しい ね。すごいです。本当に残りがマジでわずかになってますけど、はい、皆さん、あの F&F で、あのマミのお出汁絶賛発売中なので、皆さん近くの店舗に行ってお手に取ってみてください。マミーのだしめちゃくちゃ美味しいです。はい、じゃじゃん、ありがとうございました。 YouTube いいですか？はい、いいですよ。ありがとうございました。嬉しい。じゃあ直樹くんはあともう少しだけ、はい、トナカイさんもいるらしいから、見た頃にはもういないけど、ね、もういないもういない、もうクリスマスも全部終わってるから、もうそうですね。じゃあ帰ります、ママは。はい、お買い物もいっぱいしたよ、F&F で。ババン、後で紹介するね。王子たちが大好きなお菓子も買ったから後で紹介します。はい、帰ってきて、みんなもお腹すいたーっつって、もうあれして、今さっき F&F さんで買ったあの蒸しパン、卵の蒸しパンは即食べられ、あの普通の食パンも食べられって感じですけど、今日買ったもの、キュウイは今日今から切ります。うん、卵、なんか美味しそうな卵と、子熊のビスケット、メッシーの お気に入りちゃん、あとこれはうちの子が大好きな無添加ポテトチップスの海苔塩味、めっちゃ好きなの。あと私が焼酎を飲むときに入れる、オーガニックの有機の梅干し、こんな感じです。社長は、もうペンネを食べて、そう、ペンネを今も食べ終わって、王子はペンネが嫌だってなって、パンを食べて、蒸しパンを食べた後におにぎりを食べて、今、キウイを食べてます。社長はペンネを全部食べました。はい。ということで、あとは、もうお風呂は終わらせてくれたそうなんで、あとはもう歯を磨いて、子供たちは寝るだけです。ね、王子。おうち、お部屋掃除しなきゃいけないし、布団敷くから。で、もう寝る時間がないもん。何の話をしてんのかよくわかんないけど。もう朝だよ。ねえねえ、このさ、お医者さんのあそこのあれがバッグ、お医者さんのこれ、入れるやつ。あそこ。どこ教えて、持ってきて。あそこ。ちょうだい、持ってきて、ものに。ね、ちゃんとおもちゃ元に戻して。どれ、どこにあるの？ちゃんとさ、これおもちゃ遊んだらさ、このさ、戻すっていう作業をしないと遊ぶのはそれまでの遊びだからね、分かった？お片付けまでが遊びだよね。朝だよ。ねえ、お片付けをしないと、プップ出てくる。プップ出てくる。うん、あのゴミ箱してた。ゴミ箱してた。うわー。
片付けて。私はね、戸惑う。待って。あと、まあ。君たち。はい、追いかけしよう。オッケー。みんな待った、片付け、ね、そうそうそう、お友達がお友達のあのパンの子がね、あの見て、かわいいのこれ、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーのこれをねくれたの、あ、くれたの、来た、ハッピーバースデーのやつくれたの、ママありがとうね、ママハッピーバースデー、そうだ、 YouTube も見てくれてるからね、ドラミー、気になったということで、掃除も全部終わって金間部屋に布団を引いて寝かせる準備はバッチリでございます。まだ6時前ですが消灯しました。ママ何、僕は冷凍のブルーベリーを食べています。大好きなんだよね、ブルーベリー。なんかそういう人なんかもうすでに散らかってる気がなんかするのは気のせいだということにしとこうと思います。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくれてありがとね。この後は子供たちに歯を磨いて寝かせて今日の一日は終わりでございます。その後にママは一人でご飯を食べたいと思います。みんなお疲れ様、見てくれてありがとね、バイバイ。